おはよう、ハル。ハル？なんかぼんやりしてない？風？そう、早めに直した方がいいよ。タク、おはよう。おはよう、ちーちゃん。おはよう。機嫌斜めだね。話聞いてみようか。心当たりがあるならちゃんと謝った方がいいんじゃない？よくないと思うけどな。おやすみ。お疲れ。今日よかったじゃん、ハル。それじゃあマッサージしてあげようか。遠慮しなくていいのに。ま、これからも頑張ってこ。うん、そういえばさ、なんか体調悪そうだね。やっぱり風邪？お医者さんに診てもらったら？なんなら一緒に行くよ。もう、あんまり心配させないでよね。いっけな、そろそろ行くね。じゃあまたね。あ、ハル、おはよう。何よ、ハル、ぼーっとしちゃって。まずは第一歩じゃない？なんか本当にぼんやりしてるけど大丈夫？無理しないでよ。あ、ハル、おはよう。ハル？あんた、なんか顔色悪いよ。あ、そう。ねえ、ハル、保健室行った方がいいんじゃない？本当、無理はしないでよ。よかったじゃん、ハル。それじゃあ
マッサージしてあげようか。遠慮しなくていいのに。ま、これからも頑張ってこ。ハル、もう調子はいいのかい？何、体調を崩していたのか。そうと知っていれば見舞いに行ったのに。そうか、そうだな。先週は見事世田谷を落としたんだったな。いや、今日は防衛戦で行こうと思う。そうだ、攻守ともに実戦は積んでおいた方がいい。それに陥落した地域を守るということも忘れないでほしいしな。攻められてからあたふたしてたんで遅いですからね。では各自準備を整えて待機するように。やった、勝ちましたよ。よくやったな、二人とも。いい働きだったぞ。ありがとうございます。あとはメンバーが増えてくれれば我々も動きやすくなるのだが。頑張って勧誘しましょう。ああ、もちろんだ。ハル、どうかした？考えに浸るのはまだ早すぎるんじゃない？その通りだ。我々はまだ何も成し遂げていないのだからな。まあ、今日の反省はそんなところかな。ハル、どうかしたのか？春雪くん、何度もコールしていたんだぞ。急にどうした？自分の意志で落ちたようには見えなかったが。何？それはリンカーのセーフティーが働くほどの高熱という意味か？まさかとは思うが、その状態で領土戦も戦っていたのか？なぜ具合が悪いと申し出なかったんだ？バカ者！君にもしものことがあったら私はどうすればいいんだ。とにかく熱が下がるまではゆっくり休め。それと明日は一日寝ているんだぞ。いいな？約束だぞ。明日は一歩たりとも外へは出るなよ。大げさなどではない。いいからもう休め。目が覚めたか。具合はどうだ？待ってろ、今タオルを変えるから。当たり前だろ、冷やしているのだからな。ん？どうした？そんなに目をパチクリさせて。かれこれ1時間ほどになるかな。ちゃんと君のお母さんに通してもらったのだぞ。ほら、水を飲むんだ。言いつけ通りにおとなしくしていたようだな。それでいい。君が寝ていてくれなくてはこうして見舞いにも来れないからな。少しいい気になったな。無論君の体を心配してのことだよ。さて、食べられるか。君が起きたら食べさせてくれと
君のお母さんからお粥を受け取ったんだが、その通りだ。さあ、私が食べさせてやろう。どうした？遠慮することはないぞ。さあ、口を開けて。ほら、ハル？ちょっと！あんたたち、何やってんのよ！なんでじゃないわよ！タクンから熱で倒れたって聞いて、心配してきたんじゃない！それが何？なのよこの状況は。そんなに理解しがたい状況かな。これから私がアウンをするところだ。見たままだと思うが。なんで、なんで春なんですか。面白がってこんなことしてるんでしょ。いい加減にしてください。春も春だよ。倒れた時、先輩に付き合わされて無理してゲームしてたんでしょ。いつもいつもこんなおふざけに付き合わされて。これじゃ前と大して変わらないじゃない。前帰る。行ってしまったな。彼女は私に強い敵意を抱いているようだな。彼女が言っていた前というのは。うん、やめておこう。今はまだ熱で頭も回らないだろう。よくなってから考えるといい。さあ、食べて薬を飲んでしまおうか。私も君が寝ついたら帰るよ。これじゃ前と大して変わらないじゃない。体調が優れないようだな。できることなら今すぐにでも飛んでいきたいところだが、昨日のように面倒が起きてもまずい。今日は自重するよ。一刻も早く君の元気な姿を見られることを祈っている。ハル、大丈夫？明日は学校行けそう？お腹が空いたらいつでも行ってよね。ママに胃に優しいもの作ってもらうから、ちゃんと暖かくして寝るんだよ。じゃあね。ハル、調子はどうだい？マスターもちーちゃんも心配してる。もちろん僕もね。明日は学校に来れそうかい？おはよう、ハル。もう登校しても大丈夫なんだね。うん、顔色もなかなかいいじゃない。安心した。でも無理は禁物だよ。風邪は治りかけが肝心なんだから。
しい。よし、じゃあ学校にレッツゴー。なんなら走って競争しちゃう？冗談だよ冗談。教室がざわついてるけど、どうしたんだろう？